えこんにちは。今日はつれずれぐさを読むのを50回目です。取り上げますのは第50弾ですね。今パラッと見たところおこれはストーリーものですね。えー、つれずれぐさ243段ある中にいろいろな項目分けができるんですけども、その中のちょっとしたこの物語というかな、ちょっとしたあの小さなお話がなかなか読みやすいので。 学校の教科書などではこのちょっとしたお話がよく取り上げられている、まあ、ストーリーがありますからね分かりやすいんですねでその他にあに本当にあの人はこういうもんだというあの哲学的な人間とはこうであるみたいなちょっと観念的なものがあったりあるいはえ事実ですね、えー、こういう昔の行事はこれであるとかね あるいは何とかという言葉はこういう意味であるみたいなね、本に短くちょこっと入ってるで、これはですねつれずれ草243段の並びがまちまちなんですねであの小説ですとストーリーで全部つながっているんだけども何かあの愛の手みたいな文章があったりちょっとこの辺で飽きたでしょうとかね 3回ぐらいこうシリーズでつないでその後次にポッっていうのが来るとで今私ふと思いついたのはたまたまあの並行して、えー、夏目漱石の「ガラス戸の内」というね、えー、作品もこれシリーズでアップしてますけどもそれもあの新聞連載のおーエッセイなんですで毎回毎回ちょっと変わると。で話題が変わる、まあ、思いつきもあるんですがその思いつきにある種一貫性があるんですね。 でそうするとこの「つれづれ草」も順序通り読んでみるとおこの辺はちょっと休みどころかなと。ですからあの小説だと同じ調子で書いてるから途中でどこで切っても休めるんですがねあの気分は変わらない。でも「つれづれ草」の場合には「あ前はこれであちょっと調子変わったら読んじゃおうかな、うん、あこういうことね」っていうねちょっとあのあの視点が変わる。 そういう題材が変わるのと書き方も変わって、それがあの面白い味わいになってます。で、これはですね毎回言います。私が、えー、音読をするための準備作業をするところを前半でお話しして、後半では通して読むと。で、そういう解説とかなんかめんどくさい方は、えー、読みだけ聞きたいなという方はこの終わりの方に。 下に書いてありますけど、何分何秒へ飛んでくださると。いきなり、あの読みが聞けるようにできてます。で、さらに言うと、今、これまっさらですけどもね。この、テキストに、赤い印が入ってまして。その印が多分読む時の、手がかりになるでしょうというね。そういう、作業をするわけです。で、あのー、もう一つ言うと。これは。 のの解釈の動画ではありません解釈は皆さんが実際に声を出して声に出して読んだ時に自分の内面に浮き上がるのが解釈でねあの人から聞いた学校の授業のようにこれはこういう意味ですよというのを覚えてで後で あの試験にそうう答えるというもんではなくてね皆さん自身がそれぞれあの個別の理解と解釈で読んでいったらいいんじゃないかとでつれずれ草っていうのはそういうあのいろんなあのバラエティといいますかね解釈の余地があるんですね。つまりあの一義的に書かれていないのが文学なんです。 ですから文学作品というのは一回読んで5年ぐらいしてみると「えー、こんなこと書いてあるんだ」とかねそれが発見できる。で何しろつれずれ草700年前ですからその700年前のものを我々が今読んで理解できるっていうのはこれは大変なことでねしかし残念ながらあのこれ私が試みているのは声に出して読めるかどうかが問題なんです。 あの字面で頭で考える文学鑑賞というのはやっぱりその文学そのものはやはり声として生きている。で自分の声に戻して、えー、健光さんがあーこれを書いている時の声のイメージをね現代の我々がやはり声に出して、えー、納得していくそこにあの文学の伝承 大げさに言いますと、そういう価値があるだろうと思ってます。ですから、まあ、解説を聞いてくださるとありがたいけれども、最後の読みを実際に、とこれ便利なのは途中で止めりゃいいんですよね、動画というのは。途中でストップかけて、あのシャドーイングといってね、後について読む読み方もあるし、ああそうかと、真似てみるとどういう読みを私がしているかというのはわかるし、 で私の読みによって、えー、共鳴できるというかな皆さんの頭の中にもこの読みをまねるとねあの心の動き頭の動きがね、えー、生まれるんですよ。それはあのシャドーイングって言ってますけどもね、うん、そんなこともいろいろご利用の仕方があると思いますのでまずは、えー、最初の、えー、検討部分に入ります。えー、使いますのは 文の切れ目文中ですね点と丸で切るんじゃなくてその他にも切った方がいいよここは息をついた方がいいよというのは印をつけています特に大事なのはアクセントですフレーズにおけるアクセントこの音をしっかり強めて読みなさいっていうね。強めるだけで意味がわかるそういう読み方をお知らせしようと思います第50弾第50弾、うん、これはもういいですね 迷う読み方はないそれ以外はない五十段とかね五十段これしかない。えー、王朝の頃で頃ですからまあ時代でしょうね伊勢の国よりああそうですね伊勢の国これはととあの場所ですね伊勢ですお伊勢参りの伊勢ですね。えー、女の鬼になりたるをいていて。 登りりたというん女の鬼になりたるをいてってこのいては何でしょうかいて変なのが当たっちゃったな。いてというのはね女で鬼になったのがいて。をいてっていうんだからね登りたりということあり,、うん、りで登っ,っ,、ねうんっ,っ,ね、ってきたやってきた。 えー、いい手のこのいい手本当に困っちゃいますね。登りたりということありてその頃二20日ばかり日ごとに残です。女で鬼になっちゃった。あ違う。おいてですかこれおいてだな。 我々あの現代人王はね女子だと思っちゃうんですけどね女の鬼になりたるがだな老いてでしょ老いて女の鬼になったやつが年取ってやってきた上りはあの京,都京都ですからね都が中心だからね 女の鬼になりたる老いて登りたりだろう年取ってやってきた年取った者がどうも京都周辺に来たとその頃二20日ばかりに日ごとにですね「今日白川の人鬼見にとてで惑う鬼見に行こう」って言ってね「どうしようか」って出てくる「ん鬼見に行こうかね」ってみんなで。 相談したようなのかね迷ったのか昨日は西音寺に参りたりし昨日は西音寺に来た、えー、今日は院へ参るべしただいまはそこそこになど言い合えるああそうか女の鬼になりたる老いて登りたる噂ですねことっていうんだから実際に来たらしいんだけどどこ,どこに今出てんだってその鬼は っていうね、20日ばかりですね日ごとって毎日毎日どうしようかってどこ行ったら鬼が見られるかなって見に行く人などいいあえりあえりの絵にアクセントまさしく見たりという人もなくなんだ、うん、確かに見たって人がいないんだまさしく見たりという人もなくのなのに空ごとという人もなし。 うん、どっちもないんだいや見たよ本当に見たんだっていう人もいないしいやそらう嘘だよという人もないと上下ただ鬼のことのみ言いやまず上下っていうのはまあいろんな人たち位の高い低いでしょうかねただただ鬼のことのみの「の」にアクセント鬼がなんか出た出た出たっていうことしか噂ばっかりしかないっていうことでしょう で二段落ありますねその頃東山よりえ,ー、えああぐあぐいですねあぐいへんへまかりはんべりしにこれはね健康さんかな死語がありませんその頃東山よりあぐいへんへまかりはんべりしはんべりの「運はいつもアクセント「はんべりしに」には時です。 東山からアグイアグイへアグイアグイアグイ,アグイっていうのは安い院って書いてアグイですねそこへ行ってみたらば、えー、行ってみましたらと市場より神様の神様の人かな四条より神様の人神様じゃなくてここで切るんでしょうね 四条は今日の四条でしょうかな四条から皆北を指して走る神様の人四条よ,より神様の人神様の人神様でしょうね分かんない時はあの後ろアクセントで言う皆北を指して走る一条室町に鬼ありと罵りあえり今罵るっていうとね悪口言うみたいですけどねあの叫び合うと。 一条室町に鬼ありと知り合えり「いや一条にね鬼がでいるぜ」で「今出川の辺より見やれば」で「今出川って場所でしょ」「その辺りから見ると陰のさ桟敷あたり」「陰のさ桟敷あたり」これえぐいですかあぐいですかあぐいのさ桟敷。 座敷っていうののかな院さあたりらに通りう病もう病ですうべうじゃなくてね通りう病もあらずそしたらばその院の恩さじきってういうんだうね外,外に見える部屋かなところが通ることもできない立ち込みたり非常に混雑している人がいっぱいいる。早くなきに 「なきことにはあらざんめり」と「早くあとなきことにはあらざんめり」の「座」にアクセントな「メリト」て「人をやりてみするに」「す」にアクセントやりての「り、えー」「早くあとなきことにはあらざんめり」「早く行かなきゃいけねえ」と「遅れちゃったら困る」っていうんで「人をやって見させた」。 ところが大方会えるものなし、うん、だから中にはすごい混んでるんで早く誰か見てこいよと人をやったんだけど大方会えるもほとんどの人が会えるものなしですから、ね、ほとんどの人はその鬼が見られなかったと。このように「くるるまでのマニアックセント」「かくたち騒ぎて」。 みんなで大騒ぎした。おにやどこだおにやと。果ては登場を起こりて、これ喧嘩始めちゃう。登場ですね。これは戦いといさかいです。果ては登場を起こりて。起こりてのこ。浅ましきことどもありけり。浅ましいというのはね、なんがみっともないとかね、浅ましいことすんなって、もう浅。浅ましきのマニアック。浅ましきのま、あり。 ありはりですねありけりのけですというわけですその頃おしなべて二日三日まあいいですねおしなべて,ってその頃まあ平均してとかざっとえおしなべて並べて <laughs> おしなべて二日三日って言ったその二日三日全部と大体全部人の煩うこと半べりしようぞ 人の煩うこと煩う煩ろうじゃなく煩うこと半べりしようぞ2日3日人が煩うは病気でしょうか騒いだっていうのかなその頃おしなべて2日3日人の煩うこと半べりしよう人がなんか23日んかみんな病気になっちゃったっていうのかの鬼の空ごとはこの印を示すなりけり 言ってんですねかの鬼の空ごとはここから誰か言ったんだねあの鬼のね騒ぎというのはこの印を示すなりけりという人も「ハンベリ氏ございました」っていうふうな意味らしいですハンベリ氏はね丁寧語です謙譲ですねそうすると さあこれ実は鬼がどうだどうだっていうことだけどその鬼は誰も見てないし嘘だっていう人もない何かその辺の風潮に振り回されてるちょっと面白いですね。昔あの口裂け女っていうのありましたけど人々が「鬼が出た鬼が出た」って言うとみんな騒ぎもあるんですけど。 ところがその結果見てみるとああそういや当時ねなんかねなんかちょっと病気になった人いたねインフルエンザでしょうかね人の患うことはんべりし2日3日ねなんかみんなちょっと病気になったよともしかしたらその「鬼だ鬼だ」というその人が言って騒いだことはその印なんではないかと何かちょっと現代社会に通じるものはありますね。 あの何かを口裂け女を言いましたけど何かこんなもんが騒あるぜっていうとみんな大騒ぎしてねえ走り回って「どうだどうだ」ってあの言うんですけども実は誰も見てないと誰もその鬼に会えないというねその引きずられてみんなが騒ぎ回ることの何か愚かさというかねそんなものを言い当てている。ちょっとあの 現代に通じるなというね思いでこれを今考えていますけどもねえ現代2021年9月12日ですけどもね。というところでえこの辺で通してまあちょっと曖昧なところもありますけどもね特にあの後半の「ねえ早く後なき」とかね割とあの短いあのフレーズでこう並べているところはね文の正義 正確なな文の形をしてないんですよね省略が多すぎるからでもまあ埋めていけばおよそ誰がどうしてこの人がそうしているというねうんとあとですねこの「マカリハンベリシっていうのは大体健康さんです「私が言ったんでございますが」というねでこっちの後半は見文でしょうね。うん、で前半はあの実際の見文が後半に書いてある で前半にあるのは「その鬼がどうだ」っていうねそういう話になってまあちょっと分かりにくいところも私あるんですけどと,とりあえず通して読み通しましょう。うん「第五十段王朝の頃伊勢の国より女の鬼になりたる老いて登りたりということありて」。 そのころ20日ばかり、日ごとに今日白河の人、鬼見にとていで惑う。昨日は西恩寺に参りたりし、今日は陰へ参るべし、ただ今はそこをそこに、など言い合えり、まさしく見たりという人もなく、空ごとという人もなし、上下、 ただ鬼のことのみ言いやまずそのころ東山よりあぐい辺へまかりんべりしに四条より神様の人皆北をさして走る一条室町に鬼ありと罵りあえり今出川の辺より見あれば院のさ桟敷のあたり さらに通りう病もあらず立ちこみたり早く後なきことにはあらざんめりとて人をやりてみするに大方会えるものなしくるるまで各立ち騒ぎて果ては登場おこりてあさましきことどもありけりそのころおしなべて二日三日 人の患うことハンべりしようぞかの鬼の空ごとはこの印を示すなりけりという人も半べりし出てきませんね鬼はね。で一行目にあった「女の鬼になりておいて登りたり」おてりた「おいて登りたるをいて登りたり」ん。ん うんこれもねもう一つ解釈がね「女の鬼になりたる」を「おは入るかないて登りたり」「現れた」っていうのは「いて」っていうのよね。いて登りたり何かあの女の鬼になったやつが来たぜっていうねその辺のまあちょっと厳密に曖昧ですけどもねまあ鬼の噂で。 人々が振り回される今日は向こうへ見に行く今日はあっちへ行くぜみたいなね今はねちょっとそこ行くんだよっていうねちょっとあのついでに言っとくとあの宮沢賢治の「毒画」っていう、ね、短いあの作品があるんですこれはあの新聞で「毒画騒動」っていうのがあって「どこどこ地方」は「毒画が蔓延している」。 でそれはあの文部省の役人か何かが視察に行くんですよねところは行ってみたらそんな毒がなんて探すのが大変でねどっかの研究所に一匹いたみたいなねそんな話なんですですからちょっとその噂話みたいなものがどれだけ人を騒がすかというねそういう一例としてまあ面白い話だなと思いましたそれではこれで終わりにしますどうもありがとうございました